グレゴリー・オルセンは、アメリカ合衆国の企業家、技術者、科学者であり、2005年10月にスペースアドベンチャーズの仲介で、3人目の自費での国際宇宙ステーションへの民間人宇宙旅行者となった。オルセンは、近赤外線や短波赤外線カメラ等の光エレクトロニクス装置を開発する、センサーズ・アンリミテッド・インクの共同設立者の一人である。 この会社の主要な取引先の一つがアメリカ航空宇宙局であった。現在、オルセンはプリンストンのコベンチャーズ LLC の社長を務めており、エンジェル投資家としてサウスアフリカンワイナリー、モンタナランチ等に投資している。また、子供たち、特にマイノリティや女の子のために科学技術の職業等についての多くの講演を行っている。また、 ライダー大学の物理学教授でもある。オルセンはニューヨークのブルックリンで国際電気労働者友愛会の電気技師の息子として生まれた。1962年にリッチフィールドパークのリジフィールドパーク高校を卒業した。成績の悪さのために高校で落第した後アメリカ陸軍に入ることを計画していたが、最終的に数ヶ月間大学に通うことに決めた。 高校では成績が悪く教師によって落第とみなされた後にオルセンは数ヶ月の間大学を試みるために助言されるまで米陸軍に加わることを計画した。IBW からの奨学金を得てオルセンはフェアリーディキンソン大学に通い優秀な成績で複数の学位を取って卒業した。彼は後にバージニア大学で材料科学の博士号も取得した。 2005年10月1日に打ち上げられ、10月3日にドッキングしたソユーズトママイナス7で国際宇宙ステーションを訪れ、10月10日にソユーズトママイナス6で地球に帰還した。これによりオルセンは2001年のデニス地と、2002年のマーク・シャトル・ワースに続く史上3人目の自費での国際宇宙ステーションへの民間人宇宙旅行者となった。オルセンは 宇宙旅行者と呼ばれることについて気に入らない胸のコメントを残している。宇宙ステーション滞在中、彼は遠隔測定や天文学に関するいくつかの実験を行った。オルセンはアマチュア無線の免許を持っており、エリスプロジェクトで無線を通じて学生と会話を行った。ニュージャージー州の高校での講演において、オルセンは 宇宙旅行に要した費用の見積もりが2000万ドルであったことを明かした。ドクター・オルセン、S ・プレゼンテーション・アット・ホープウェル、バレーリー・ジョナル・ハイスクール、ペニントン、ニュージャージー、USA オン26エープリル2006ドクター・オルセン、S ・プレゼンテーション・アット、モンゴメリー・タウンシップ・ハイスクール、スキルマン、ニュージャージー、USA オン20名2006ドクター・オルセン。 エスプレゼンテーションアットベアータバーンエレメンタリースクールホープウェルバレーリージョナルスクールタイタスビルニュージャージー USA on のオン26ノーベンバー2008ありがとうございます